皆さんこんにちは。医療系学生のマンツーマンによる、国家試験のですね、個別指導スクール東京メディカルスクール代表の岡田です。本日はですね、骨肉腫について、ご紹介していきます。では早速見ていきましょう。骨肉腫ですね、こちら悪性腫瘍、こちらオステオサルコーマですね。実際にですね、まず問題の方から見ていきたいと思うんですけど、歯科医師国家試験、114回、47歳の男性ですね。左の下唇の近く異常を主訴としてラインですね。こちら近く異常ですね、例えば唇ですね、こういった近く異常の場合はですね、まず悪性腫瘍一つ念頭に置かないといけないですね。数ヶ月前に自覚したが痛みがないためそのため、ままにしていたところ、徐々に、主張してきたというと書いてありますね。こちら主張の場合はですね、例えば、炎症とか腫瘍、こういったもの、まず疑いますよね。で、例えば炎症であれば痛み、腫瘍であればですね、初期の腫瘍、一部のものを除いたら痛みがないことが多いわけですよね。で、下顎部にですね、骨陽光の膨量を触知し、知覚低下を認めるということですね。こちら見たときにですね、まず文章から見てですね、こちら知覚異常、知覚低下ですね、こういったときはですね、先ほど通り悪性腫瘍をまず疑ってみるということが一つ重要ですよね。そして先ほど申し上げた主張、こういう時はですね、例えば疼痛があればですね、炎症を疑ったりするわけですよね。こういった場合ですね、まあ、今回痛みがないということはですね、炎症の可能性は、一旦ですね、低くてですね、まあ、こちら腫瘍から疑ってみるっていうのがまあスタンダードですね。で、こちら選択肢見てみますと、骨肉腫ですね、まあ、こちら骨腫、骨肉腫、あってですね、骨肉腫は悪性腫瘍ですよね。そのため今回はですね、骨陽光ということで、まあ、骨があって、なおかつですね、悪性腫瘍を疑ってますので、こちらは最初選択肢、可能性高いかなと思うわけですよね。で、 B、扁平上皮がん、こちらもですね、悪性腫瘍ですから、特に口腔に生じやすい悪性腫瘍、そのためですね、まあ、こちらも、この神経症状あるかなという、まあ、進行すればですね、考えるわけです。エナメル上皮腫、こちら悪性化しなければですね、通常エナメル上皮腫というのは、通常このように書いてある場合は良性腫瘍ですから、知覚低下とかですね、まあ、こういった悪性腫瘍所見ではないかなと考えたりもするわけですね。線維性骨髄形成症、例えば、若い女性でですね、顎骨の膨隆といったら、まあ、疑ったりするわけですね。このように見ていくとですね、まず写真、見ていただきますと、左下ですね、こちらにかなりの透過像ありますよね。で、こちらは境界不明瞭ですよね。で、見ていただくと皮質骨の、CT で破壊が見られますね。そのためこういった時はですね、悪性腫瘍を疑うわけですよね。で、こちら右側の病理像なんですけども、こちら少し分かりにくい部分あるかもしれないですけど、この骨の部分ですね、類骨の形成が見られてるんですね。で、なんといってもですね、こちら分柱の骨陽光ですね、骨のような硬さということですよね。こういったものを考えて、まあ、当時疑った A の骨肉腫になるわけですね。そうしましたらですね、骨肉腫の、一般的なですね、国家試験の内容を見ていきましょう。まずですね、こちら非常時性の悪性腫瘍ですね、骨肉腫ですね。で、こちら若年者に後発ということですね。肉腫の中でも頻度は高い方ですね。こちら若年者といってもですね、まあ、一般的に国家試験でいう、若年者ですね、腫瘍でいう場合ですね、例えば65歳以上とかですと扁平上皮がんとかですね、まず年齢的に疑うんですけど、今回のように47歳、先ほど、少し若い方ですね、こういったこと、方にもですね、後発するっていうのを覚えていただければと思います。で、大腿骨などのですね、長間骨に多くて、顎骨の頻度は6から 10% 程度ですね。そのため先ほどの、顎のですね、所見というのは、まあ、実際には 5% とか 6%、10% 程度の所見ということです。こちら大腿骨とかが、よく見られるわけですよね。で、症状はですね、顎骨の膨隆ですね、先ほどあるような場合ですね。で、神経に及ぶと、下唇の知覚麻痺ですね、こちら悪性腫瘍の所見になってくるわけですね。で、こちらは血行性の肺転移の可能性があります。こちら検査ですね、こちら、血性アルカリホスファターゼですね、骨ですよね、こちら骨破壊がありますので、血清中、血液中のアルカリホスファターゼの上昇ですね。で、国家試験的に汚れ重要なのは、こちら骨膜反応ですね、サンデーアピアランスですね、朝日状の所見ですね、そしてコットマン三角、こういったものはですね、言葉でしっかり覚えておく必要があるわけですね。一般問題、サンデーアピアランス、コットマン三角と聞いたら骨肉腫を、思い浮かべるということですね。
そしてコツのシンチグラフィーですね。こちら99例目のテクレチウムの MDP と覚えるということですね。で、病理像はですね、先ほどご紹介した腫瘍性の類骨形成ですね。こちら右側下にもありますけども、各種出ておりますけども、これ骨の類骨の形成ですね。治療はですね、まあ、通常通り、外科治療ということになるわけですね。本日は、骨肉腫、ご紹介してきました。悪性腫瘍ですので、こちらですね、神経まで進むと、例えば顎骨の場合ですね、こういった場合は神経症状、また骨破壊ですね、悪性腫瘍所見、こういったもの、様々見てですね、先ほどの骨膜反応なんかはですね、まあ、例えば CT で、必ずしも、サンデーアピアランスに見えないことっていうのは当然、他の疾患と同様あるわけですよね。そのため、しっかりですね、まず所見、急速に広がってきたのか、ゆっくりなのか、そして触ってみる触診ですね、骨陽光かどうか、そしてさまざまな症状、そして後発年齢、こういったものすべてですね、トータルで考えて、導き出すと、いうことがですね、重要です。本日の内容ですね、しっかり勉強して皆さん頑張っていただければと思います。東京メディカルスクール代表の岡田でした。この後はスクールのご紹介をさせていただければと思うんですけども、当スクールはですね、現役生のうちから、例えば定期試験やですね、進級、卒業試験ですね、そして国家試験対策に向けてですね、マンツーマンで行っているスクールです。平日、例えばですね、週1回2時間やですね、3時間で、例えば定期試験に備えたり、まあ卒業試験ですね、そして国家試験浪人生であればですね、こちら苦手な対策の範囲をですね、しっかり見つけて、合格に向けてですね、一人に合わせたですね、カリキュラムで行っております。こちらはですね、例えば、授業形態はですね、オンラインのマンツーマンによる、個別指導ですね、こちらは講師の先生とマンツーマンで対策していきます。また教室での授業を、ご選択いただけます。東京メディカルスクールのホームページですね、ご検索いただき、またはですね、概要欄、ホームページご検索後、資料請求フォームより、お問い合わせいただければと思います。東京メディカルスクール、岡田でした。